しは1日30回で体を変える。今日も腹筋シリーズを行います。今日の腹筋はこの体全体の筋肉、そして運動量自体を少し上げたい方、そういう方にも向きます。ゆっくりとしたスピードを保つことでお腹全体にトレーニング効果がありますので、ぜひいつもの腹筋に慣れてきた方、違う動きをしたい方、そういう方もトライしてみてください。それでは走っていきます。足を90度になって、お尻の横に手をカップ状にして置いておきます。お腹をふっと息を吐いて引き締めて、両足を持ち上げていきます。この手をカップにした状態を保ちながら、体全体でバランスを取りながら動いていきます。息を吸って手も根を自然に数字の状態を保ったまま、少し後ろを倒しながら足も伸ばします。吐いて息を吸います。吸って伸ばして、締めながら肩を起こします。膝を引き寄せながらお腹の筋肉を縮まっていることを確認しながら行います。で、伸ばして、はい、息を吸います。力をグッと入って、手を床を行いようとしていきましょう。今日の腹筋はバランスを取りながら行いますので、お腹全体、体幹の筋肉のトレーニングに役立ちます。ぜひトライしてみてください。